今日はなんかイベントかな。僕らはね、はい、あの警察官ではないんですよ。え、なんか赤いなんか白バイ隊みたいな人いたはんで、赤い服着て、あ、やっぱり女の白バイの人。他の車の人がなんであの白バイ、あの違反者止めへんねや、あれ男の白バイやな。服が赤で、うん、服があんな初めて見た。女の人や思たら男や。京都府警察さんの白バイの大会があったんですよ。すごいネクタイしてはる。こんなんして初めて見たね。あ、えらいおしゃれな物入りやね。あれ一体化してるから分からへんね、パッと見。あ、反射板になってる蓋が。お、すごいやん、伸びる。これ犯人見つけた時ビューンとしてやるんですか。どういう時に。あの交通事故とか、あの、あ、目指す。止まった時に首を伸ばして、はい、遠くからでも、ま、あの、あ、すごい、これ緊急車両いますよ。あ、目立つように。ええ、あ、車危ないですよ。すごい。え、こっちもあれ、あ、変わった、メーターパネルが変わってんね。これ、これ全部白バイなんですね。はい、わあ、すごい。あの、はい、コーディネートがバッチリ。え、そうですか。あ、そら、ありがとうございます。で、あのリーダーが言うてます、はい、いや、あの、はい、このコーディネートがね、はい、和歌山県警の黒ひょう隊員っていうのがあって、はあ、和歌山、それのそっくりなんですよ。あ、そうなんですか、うん、え、それは知らなかった。和歌山県警 の、はい、あの暴力、あの暴走族専従の取り締まりの部隊があって、はい、それに似てるんです、すごい。あ、そうですか。だからコーディネートが多分そのポリスの近いですね。それは全然意識してなかったね。また見てください。あ、ありが、はい、わかりました、ありがとうございます。いけるんちゃいます。モンキーで犯人捕まえの。無理、モンキーで無理無理。最高速カメラ、はい、一応 YouTube で、 YouTube ですか、うん、でやってますから。ひょっとして僕ら YouTube 乗ります。うん、あの乗りますよ。乗りますか。あのね、普通はブルーでしょ。ブルー、赤いのなんか着たの初めて見た。あ、ですね、僕も赤でね、はい、もう京都府警さん、あの、うん、京都府警察さんね、はい、もう覚えてもらってます。あ、そうなんですか。ここ管轄は京都府やのに、なんで大阪なまなんですか。ですね、今日はなんかイベントかな。僕らはね、はい、あの警察官ではないんですよ。え、な、何になりますの。警察官ではないんですけど、はい、この車両と、はい、こういう青であったり赤であったりで、はい、あの警察の方のお手伝いさせてもらってます。職種で言うたら名前なんて言うんですか。職種は正式名称一般です。え、一般隊です。で、お手伝いで何を、犯人捕まえるんですか。ですね、交通安全のイベントとかでね、はい、本当にあのパレードしたり。ああ、パレード、はいはい、はい、まあ、啓発運動ですね。あ、そうなんですか。さっきどう見ても警察に見えるね。ありがとうございます。ただ赤いから、あれひょっとして女性の白バイ隊員さんかな。ね、あのイメージ的にはね、あの、はい、警視庁の、ええ、女性白バイ隊クイーンスターズのコスチューム。あ、本物の女性隊員のやっぱ赤ですか。本物の女性隊員の、ええ、そういうグループは赤ですね。あ、赤で、ええ、はあ、いや、よう言われるんですよ。今日もどっかで言われたな、はい、かっこいいなぁ言って。うん、かっこいいね。見たそう思ってくれてはんのんか、はい、ちょっと変な人やなって思って。いや、変な人には見えないよ。あ、かっこいいなとはね、見えても。いやいやいや、これひょっとして拳銃入ってるんですか。いや、入ってないですよ。あ、それは入ってない。手錠ケースです。あー、空っぽです。あ、そうなんですか。はい、やっぱりほんなら犯人というか、こう逃げようとしたら捕まえ、取り押さえとか、そんなもしますの。あれ、一般が逮捕するのもありなんでね。できるはず。ああ、現行犯ならできる。あ、現行犯やったら。
でもね、手錠持ってたら行かれますよ、手錠は。あ、そうなんですか。手錠はダメですね。あ、手錠はダメな。ここでね、例えばあの拳銃のホルダーありますでしょ。ある。ケース、ええ、あれ、あの仮にモデルガンでも何でも、はい、何も入れてなくて、はい、ケースがここにあるだけでも、はい、下手するとダメです。アウト。はい。ケースだけでもあかんの。よっぽど正当な理由がないと。あ、なるほどね。これ何のためにそんな拳銃の括弧のケースつけてるんやって。括弧だけ言うて飽きません。あの刑事さんやったらもうなんか言われる。もうええからよ。もうええからって。どうか乗れ。そうなんですか。そのまま。はあ。これは普段で使用で走ってもいいんですか。もう普通に走ってます。走っても大丈夫。ほんでもって、はい、やっぱり僕ら走ってたらパトカーとかすれ違うでしょ。すれ違います。向こうから敬礼してくれるんですね、はい、こっちからもしますけど。ほんでたまにね、やっぱりあれほんまもんかな、どうかな言うて後ろからついてきて、はあ、ついてきて、前のバイクの運転手さん左に寄って止まってください言うて、はあ、職質がね年に4回ぐらいあります。結構ありますやん。けどね結構あるんですよ、変態ですので。けどね、何も違法性ないんで。ああ、そうやね。でも楽しくおしゃべりして解散です。大阪ナンバーでなんで京都なんですか。あ、これ今日はあの京都を走ってるんで。あ、これ今日だけ。はい、そうです。あ、そうなの。ほんで大阪やったら大阪とかつけたり。大阪はね、僕大阪なんですけどね、あんまり仲良くないというか、はい、あんまりイベントしてくれないんですよ。あ、そうなの。まあ、走るとこないんですね。あ、そうやね、うん、京都は多いですもんね、山が多いし、ね、ここはやっぱり京都でもナンバーワンやろね。一番京都が一番ね、こういう一六二とかあるし。そうですね。さあ、どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。こんな仲良く、はい、バッチリ動画映ってるじゃないですか。はい、まだあの年明けになりますけど、動画でアップさせてもらいますんで。僕ね、はい、なんかあの YouTube に勝手に上げられてました。あのね、ね、白ワイモドキって YouTube で見てたら、はい、なんか僕出てきますわ、この試合。あ、そうなんですか。その時青ですわ。あ、青で、白ワイモドキで、白ワイモドキでね、もう勝手に上げられてる。まあええけどね、うん、なんかイオン見たら光らへんあれみたいなね。これって飾り、ね、あれ後ろもやなんか月とこれってつかないんですか。つかないですね。あ、ほんまや、赤のカバーだけ。あの塗りつぶしてるんで。ああ、赤の造形。なるほど。これはあのサイレンなるんですか。サイレンなりません。あ、な、あ、そうなん。つないだらなりますけど。はあ、すごい。で、せっかくね、こうオートバイ楽しむんでしたら、ええ、なんかこう世の中のためになるというか。そうやね。自分もかっこよく、うん、で、わかるわかる、ね、はい、コース、ね、違反者、あの悪い人がドキッてするように、はい、ちょっとでも、はい、役に立つかな。そう、はい、僕ら警察の方から、まあ、一部ですけど言われてるのが、はい、もう大いにこうやって乗ってください。あ、大いにやってくれ。あ、目立つようにやってほしい。ああ、そらいいことやね、絶対に白バイはもうこれ、ね、いつも青やけど。はい、シートベルトしてない人、はい、慌ててするし、はい、ああ、携帯電話やってると慌ててやる。わあ、それ気持ちいいね。見てて、乗りはすぐ降りよるし。ああ、そうですか。ええ、それどう見ても警察官やん。100%そう。え、白白も好きですか。え、白バイ好きですか。白バイ、どうやろう。まあめったに見えへんけど。今何乗ってはるんですか。今は今、はい、今あのモンキー。
いや、モンキー乗ってない。モンキー乗ってない。そう。すごいっすね。いやいや。もともとでも乗ってあったんですよ。え昔の乗ってあったんですよ。なんか僕もともと原付しか免許なかったから。そうなんですか。うん、服装見たらなんかもう、もうめっちゃ和歌山県警の、うんね。一応安全対策はしとかなあかん思って。たとえモンキーでもこけたらね。すごいですよ。いや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 。しとかなと思って。いやいや。そうですか。はい。7半って言いたかったんけどねせめて400 中型しか見えない、うんうん、こういうことやすごいなありがとうすごいな意外やねでもいや絶対僕白はあの警察や思ってたイベントのお手伝い